新様ネキリオーラの皆さんこんにちは。久しぶりでございます。今日病院行ってきまして、喋っても大丈夫 OK もらいましたので、今日からまた声を出しながらの投稿していきたいなと思います。はい、新サマニア TV をご覧の皆さん、こんにちは、シンです。今日久しぶりに声を出してみました。病院へ行ってきて、喋っても OK という許可をもらいましたので、声出しを今日からしていこうかなと思います。ちょっと喉の調子が悪くてですね。いろいろあって、何ですか？切ったりだとか、そういうものしたので、声が出せない状態でありましたので。なんていうのか、黙った動画ばっかりですいませんでした。これからは少しずつではありますが、喋りながらしたいと思います。声の感じとかは以前と変わっていないですよね。大丈夫かと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、それで今日は3月3日ということで、ひな祭りということではあるんですが、全く関係ないものを買ってきました。これがこちらですね。目指すは健康、気づけば元気でございます。これが何かというと、入っているものが例えばくるみ、アーモンド、小魚、かぼちゃの種、大豆、で、ひまわりの種。こういうものがバランスよく入っている食べ物です。で、なんでこれを買ってきたかというと、そろそろまた1キロ減らすも再開しないといけないなぁと思っていて、で、甘いものを控えようと思いまして、それでこういうものを買ってきました。こういうのをおやつ代わりに食べようかなぁと思っています。で、1キロ減らすなんですけれども、10日目ぐらいでストップしていたので、今日から11日目ということで再開していきたいと思います。というか変わっていないので、といっても1キロ減らすというタイトル通り、1キロは減ってはいるんでいいのかなと思います。なのでゆっくり1月あたり1キロぐらい減ればいいかなと思っています。で、あとですね、急になんですけれども、4月の15、16、17でしたっけ、4月の中旬にですね、のりひさかぶらぎさん、猪野軍団東京支部員ののりひさかぶらぎさんが、沖縄に来るんですけれども、で、沖縄で私が、観光大使みたいな感じで、ちょっとちょこちょこっと沖縄観光をしていきたいと思っています。はい、そこでですね、それに合わせてですね、そこではのりひさかぶらぎさんが東京からわざわざ沖縄に来ていただくことになっているので、沖縄でもちょっとした YouTuber の交流会をしたいなと思っています。で、予定としては4月の16ですとか17ぐらいが平日になっちゃうんですけれども、何か集まってできたらなと思います。なのでちょこちょこ声かけたりします。もしくは誰でも参加できるようにということでしたいと思いますので、4月の16もしくは4月の17日にですね、参加できるよという方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。ちょっとした告知といいますか、詳しくといいますか、正式に決まりましたらまた改めて報告したいなと思っています。とりあえずは4月の15、16、17、3泊4日で、のりひさかぶらぎさんが沖縄にいらっしゃるということでございます。で、その他にもですね、沖縄に遊びに来てくださる方いましたら、声かけていただけますでしょうか。私は比較的時間を融通が効くので、例えば一緒にどっか行きたいなとかいう人がいましたら声かけていただければありがたいです。喜んでお供させていただきたいと思います。現状の報告とかになったので、おそらく長い動画になってしまったんですけれども、通常運転に戻りつつあるなという報告ということでございました。以上、シンでした。それではバイバーイ。チャンネル登録は下の登録ボタンから簡単に行えます。ぜひチャンネル登録お願いします。猪野さん、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録お願いします。